フェルディナンバルザンエステルアジマリーシャルルフェルディナンバルザンエステルアジはフランスの軍人1894年に起きたドレフィス事件の真犯人の一人ハンガリーの名門貴族のエステルハージ家の出身英国逃亡後の1899年自分はドイツのスパイでありドレフィスの筆跡を真似て書類を絶造したと告白した祖父は エステルアジド・ガランタケの必着室詩だったが、オーストリア・ハンガリー人の裕福な医師バルザン家の養子となり、バルザン・エステルアジを自称していた。裁判所は、エステルアジド・ガランタケの伯爵の称号の使用のみを禁止した。フェルディナン自身は、パリで生まれ、オーストリアで育った。リセボナパルトを経て、サンシール陸軍士官学校に落第。 ウィーナーのイシュタットのテレジア陸軍士官学校で学び、1866年の広島戦争でのイタリア方面軍の騎兵隊将校としての軍歴を振り出しにフランス義勇兵との混成のズワーブ兵団に加わり、さらに1870年の不仏戦争ではフランスの外国人部隊に参加していた。1872年にはグレニエ軍団の将校としてパリに現れ、 地的な造形の深さと多方面にわたる縁故によって知られるようになった。1877年に敵軍情報を扱う第二局に配属。上官のユベール・ジョセフ・アンリの地具を得た。1886年にアンヌ・ドネタンクールと結婚。1894年から借金の返済のためにドイツのスパイ活動を開始した。1896年に ジョルジュ・ピカール大佐は、ドレフス事件の証拠となったメモの筆者が、エステルアジであることを発見し、1899年7月18日の、パリの新聞、ル・マタン紙で発表した。軍はこの事件のもみ消しを図るが、さらに数ヶ月後に、新聞、フィガロ紙にエステルアジの手紙の抄録が掲載されるに、至った。1897年11月には、 ドレフィウスの兄弟、マテューは、これらのメモの筆者として、エステルアジを尋問するように嘆願書を提出する。一方で、エステルアジも、自身の潔白のための尋問を要求した。1898年1月10日に、彼は、軍事裁判所に出頭するが、無罪となる。ここで有名なゾラによる大統領フェリックス・フォル宛テの、我がダンライスに始まる公開質問状が、 新聞、オーロール紙に掲載され、その中で軍部を中心とする不正と虚偽の数々を徹底的に求断した。1898年8月12日に彼のロンドンへの逃亡が発表された。彼のスパイ活動は、その後あらゆる角度から調査され、一時は二重スパイ説なども出されたが、実際には単純に金のためのスパイであったと、現在は結論付けられている。 1899年8月、レンヌで、ドレフィウスへの上場借料を判断する尋問が、実施されたが、エステルアジは召喚されなかった。1903年から1906年にかけて、彼は、ハンドレフィス的なハンユダヤ系の新聞、ラリーブル・パロール紙のイギリス特派員だった。1908年には、イギリス東部のハーペンデンに、 ジャンド・ボアルモン伯尺の編名で転居し、1911年から1917年まで、レクレール紙に記事を書いている。その後も特に断罪されることなく、1923年に死去した。ありがとうございます。